12気筒ディーゼルエンジンの列型噴射ポンプ噴射ポンプはディーゼルエンジンの燃焼室内に噴射する燃料を高圧で送り出す部品である。1938年のボッシュ製噴射圧縮工程で高圧となった燃焼室内で燃料を切りかするには高度な技術が必要で当初は霧吹きやスプレーのように空気の力を借りていっていた。近年までは噴射ポンプは クランクシャフトやカムシャフト、OHC エンジンの場合にはタイミングチェーンやタイミングベルトからエンジンの駆動力を受け取って機械的に動作するものが主流であった。4ストローク機関の場合には噴射ポンプはクランク回転数の半分の速度で駆動されることになる。噴射ポンプはピストンの圧縮状視点の手前でシリンダー内部に軽油を噴射させるためその噴射圧力は ガソリンエンジンの燃料ポンプと比較して非常に高く200ンパを超える圧力がかかることが一般的である。しかし近年では各国で強化されつつある自動車排出ガス規制への対応のためにディーゼルエンジンも高度な燃料制御が必要となり電子制御式のコモンレールディーゼルエンジンが主流となってきている。コモンレール式も当初は機械式の噴射ポンプに 電子制御式燃料噴射装置を組み合わせることが一般的であったが、最新式の噴射ポンプは電動ポンプとなり、エンジンの駆動損失を起こさない形式のものに置き換わりつつある。機械式噴射ポンプはその構造上内部部品の摩耗を防ぐために経由にある程度以上異用分が含まれていることが必須であった。しかし、日本におけるディーゼル車規制条例や平成17年、 排出ガス規制などをクリアするためには、軽油の脱流化を行うことが不可避な情勢となったため、こうした事情も噴射ポンプの電磁ポンプ化の流れに拍車をかける要因となっている。噴射ポンプは、ガソリンエンジンにおいても、極めて初期の機械式燃料噴射装置に、ディーゼルエンジンと同じ動作原理のものが用いられた例がある。 歴史上初のガソリンエンジン用噴射ポンプは1951年、ドイツのゴリアテ GP700E で初めて用いられ、その3年後の1954年には、メルセデスベンツ 300SL にも搭載された。しかし、機械式燃料噴射装置は、機構が複雑なことと、ガソリン自体に経営ほどの潤滑能力がない、ことなどから、製造コストと信頼性の面でキャブレターを完全に、 置き換えるには至らなかった。噴射ポンプは圧縮工程にあるシリンダー内の高圧に打ち勝って燃料の噴射を行う必要があるため、ポンプや配管自体に極めて高い圧力がかかることになる。通常のもので平均1万5千0 0歩歳圧縮比が高いエンジンの場合には200ンパを超える圧力がかかる。この圧力は衣服や皮膚を容易に切断できるほどのもののため、 噴射ポンプや分配パイプには、おおむね非常に強固な構造を持つことが求められている。そのため、ディーゼルエンジンのシステム全体が大型化し、小型車やオートバイへの搭載が困難ともなる、大きな要因となっている。列型噴射ポンプの一例ディーゼル機器製6、気筒用列型噴射ポンプは、比較的古くから存在するタイプで、日本では、ボッシュ A 型に代表され、 エンジンの気筒数分のカムとプランジャーが一列に並んだ直列エンジンのような外観を特徴とする。構造上、部品点数が多く高価で大型化する傾向があるが、噴車両が多く気筒数の制約もないため、大型車両や船舶、産業用の定置型エンジンなどに使われている。ガバナーからポンプ内に伸びるラックがカムとプランジャーの間に置かれた外周に、 斜めの溝を持つスリーブを回転させることで溝に組み合わされたプランジャーの位置が変化しその圧縮ストロークの変化で噴射量の制御を行う噴射時期の制御はエンジンの回転を利用した延伸式のタイマーが噴射ポンプ内のカムシャフトの位相を変化させることで行うこのように噴射量や噴射時期の制御はスプリングやカム、重り等を組み合わせた 機械制御が中心だが、一部に電子制御を取り入れたタイプも存在する。カム周りの潤滑にはエンジンオイルが使われており、燃料と潤滑油が分離されているため、重油や粗悪燃料にも対応できる。インジェクターには、ニードルバルブ型が組み合わされ、複質式では単鉱型、直接噴射式では多鉱型が用いられる。分配型噴射ポンプの一例ボッシュ製6気筒用。 分配型噴射ポンプは、列型に次いで、古くから存在するタイプで、日本では、ロッシュ米型に代表される。海外では、ロータリーポンプとも呼ばれ、一組の波型カム、プランジャー、スピルベンのみで構成され、各気筒に燃料を分配する。各気筒への高圧配管が、同心円状に並び、ガソリンエンジンのディストリビューターに似た外観を持つ。部品点数が、 圧倒的に少なく、すべての潤滑を燃料でまかなうなど、シンプルかつ合理的な基本構造を持ち、小型で安価である。乗用車からピックアップトラック、それらをベースとした SUV のエンジンなどに使われている。構造上、噴射量や気筒数には限界があるが、中排気量の6気筒程度までなら十分対応できる。噴射量の制御は、 スピル弁の改弁時期の変化で行い、噴射時期の制御はフェースカムの軸を平行移動させて行う。インジェクターはニードルバルブ型が組み合わされる。ベイ型の改良版で内接カムと2つのプランジャーを組み合わせたものもある。潤滑を燃料に依存する構造上燃料の正常に敏感で特に水分や灯油分の多い不正経由を使用すると潤滑不良による 噴射圧力燃料噴射装置などの故障を招きやすい。列型と同様に機械制御が中心であるが、より厳しい排出ガス規制に適合させるため、スピルベンに応答性に優れるソレノイドアクチュエーターを組み込み、電子制御に対応したものもある。電磁スピルベンが組み込まれた電子制御式分配型噴射ポンプ日本においては、過去高価学スモッグが社会問題化したことから、 1992年に制定された自動車 NOXPM 法に基づき段階的に NOX と PM を低減させるべく政策をとっておりその集大成を平成10年排出ガス規制とした以前の規制値では機械式噴射ポンプと噴射ノズルの改良噴射時期の遅角でクリアすることが可能であったがこの規制では当時のガソリン車と 同程度以下の NOX 排出量が求められた。車両総重量 3500kg 以上の商用車では、従前のエンジンをベースとしつつ、噴射ポンプを電子制御化して、噴射量と噴射時期を緻密化することで乗り切るメーカーが多く、この程度の改良で規制への適合と出力向上を両立できるケースも多かった。これ以降に制定された排出ガス規制では、各地で ディーゼル車規制条例が制定されたことから PM 提言も同時に求められることとなり平成10年規制車を基本としたエンジンの改良と酸化触媒の取り付けだけでは代用が難しくなりユニットインジェクター式やコモンレール式を採用する新型エンジンへと移行して行った各シリンダーごとに個別の噴射、加圧や噴射量制御はカムとプランジャーによるもので 単気筒用の列型と同様の構成であり、ポンプ自体の駆動力もカムシャフトによって行う。この形式の利点は列型と同等の特徴を持ちながらもシリンダー数の増大に合わせてポンプを追加することでエンジンに合わせて容易に噴射量を拡張できるという点にある。船舶や産業用の大型ディーゼルエンジンは単気筒エンジンをつなぎ合わせて多気筒化するモジュラー設計が多いことや、 各気筒の噴射特性の均一化のため燃料配管を登場にする必要があるため大型エンジンではポンプを集約しても燃料配管が不要に長くなることなどからこのような方式が定着している気筒数別に複数の噴射ポンプを作り分ける必要がないことから共通化によって部品の種類を削減でき整備や交換も個別に行えるなどメーカーとユーザーの双方に コスト低減のメリットがある。小型のものでは、メルセデスベンツが製造して各社に OEM 供給されている OM900 や OM500 シリーズエンジンで用いられており、噴射圧力は最大1850バールに達する。ユニットインジェクタ式噴射ポンプは、シリンダー上部に注射器のように取り付け、パスカルの原理を応用し、カムによって噴射する。電子制御は、 噴射量を減らす操作を行う。カムによる圧縮で2000気圧の高圧噴射を可能にしている。メインポンプからインジェクタまでは低圧のパイプでつながっている。インジェクタごとに加圧機構を持つため、従来型の噴射ポンプでは不可能な高圧が簡単に得られることから燃料の微流化による完全燃焼が行え燃費の改善に効果がある。 フォルクスワーゲンアウディグループが燃費最優先の考えでこの方式を選んだ。また、ランドローバーの TD5 エンジンにもこのユニットインジェクタ式が採用されている。なお、この TD5 エンジンを搭載したディフェンダー110は2002年から2005年の間日本にも正規輸入されていた。日本では日産ディーゼル1社のみが開発を続け、尿素、 SCR システムとの組み合わせで平成17年排出ガス規制への適合を大幅な前倒しで果たしている。尿素 SCR システムは排気に尿素水を噴射し、加酸素完全燃焼の結果発生する NOX をアンモニアと水によって窒素と水に還元するもので大型車用をはじめ一部の乗用車、 商用車のディーゼルエンジンにとって排出ガスの浄化に欠かせない装備となっている。コモンレールシステムは従来のディーゼルエンジンにおける燃料噴射の仕組みとは全く異なりガソリンエンジンで培われた電磁式燃料噴射装置の技術を応用し超高圧に耐えられるように変更したものである。コモンレールは全気筒に共通なレールという意味であるが、ここでのレールは基上ではなく、 中空の環状の金属製の丈夫な容器でガソリンエンジンの燃料噴射装置におけるデリバリーパイプの役割に近い。この中に燃料を圧送。噴射ポンプはなく燃料の加圧はサプライポンプが行い、噴射制御は液による電磁式インジェクタが行う分業方式の燃料噴射方式である。噴射制御は加圧とは別に各インジェクタで行われるため、ポンプは 無理なカムリフトや噴射制御から解放された。最新の排出ガス規制に対応したディーゼルエンジンにおいて噴射量、噴射タイミングともに精密に制御を行い燃焼時の温度と圧力を自在に制御できる方式として主流になっている。ディーゼルエンジンの歴史にコモンレールの名前が現れたのは1910年代終盤のボッシュによるものが最初であるが、 当時の海弁圧は90バー程度と低く、インジェクタの海弁も、1800バーを超える海弁圧と電子制御によるソレノイドやピエゾ素子を用いたインジェクタを備えた現在のコモンレールとは文字通り覚醒の感があるが、基本原理は同じである。近代的なコモンレールは、1960年代後半にスイスのロベルト・フーバーがその原型を開発。 スイス工科大学が中心となり、研究が進んだ。環境対策としての現在のコモンゲール方式を初めて実用化したのは、日本の伝送であり、伊藤翔平、宮城正彦を中心として、エクトツーという名称で開発され、1995年末に、日のライジングレンジャーに搭載された。マニエッティ・マレリでは1990年より、フィアットリサーチセンター、 エラシスと共にコモンレール方式の開発を続けていたが、フィアットの経営不振により該当技術と特許は1994年にボッシュに売却された。その後1997年にボッシュが実用化し、アルファロメオ 1562.4JTED に乗用車用として初搭載され、翌1998年にはメルセデスベンツが OM611 エンジンを C200CDI、C220CDI と E200CDI、E220CDI に搭載した。コモンレール用サプライポンプ現在の電磁式インジェクタは改便行為のみを受け持つため、従来の噴射方式と比べ噴射時期の自由度が大幅に向上し、また電子制御技術の向上によって位置工程中にパイロット、プレ、メイン、 アフター1、アフター2、ポストのような6分割噴射も可能となっており、燃料消費を抑えつつ、燃焼室内の急激な温度と圧力の上昇を防ぐことができるなど、NOX の発生を抑え、かつ PM も少ない、完全燃焼のための理想的な噴射を実現する制御が可能となった。ただし、超高圧噴射のため、サプライポンプインジェクターとも、 噴射ポンプ式以上の内部潤滑性能が要求されるが、脱流の進んだ現在の経由ではたびたび潤滑不足が生じ、通常運転の範囲でも故障が生じるケースがある。特に灯油分の多い、寒冷地用経由を使用する機械の多い車両に多い。近年の車種は排出ガス浄化のための酸化触媒や、NOX 急増還元触媒、ディーゼル微粒子補修フィルターを装備しており、 定期的にこれらに蓄積したススを焼き払う必要があるが専用の燃料添加弁を持たないシステムの場合は意図的にアフターファイアを発生させ排気シャッターを絞ることで燃焼機構を作動させる。これらの場合、溶分の多い従来の経由や灯油分の多い不正経由を使用すると短時間に故障を招く原因となる。インジェクターには製造上避けられない個体差があるが その内容は本体に印字されており、故障整備などでインジェクターを交換した場合、その特性をエンジン制御コンピューターに記憶させる必要がある。ディーゼルエンジンの燃料噴射には高圧が必要となり、噴射される液体は先端にさらされる。これを利用し、粘度指数向上剤の先端安定性をディーゼルの燃料噴射装置を用いて、この試験方法は、 世界的に使われており ASTM や DIN、SEC、JP など多くの規格で採用されている。この試験には、ボッシュ製の燃料噴射装置を使用するため、ボッシュインジェクタ試験などと呼ばれることもある。また国内ではあまり使われないが海外では、カートオーバン試験などとも言う場合もある。試験内容は測定する液体を30サイクル。 噴射させて計測するのが基本となるが過酷な条件を想定した場合は90サイクルなど回数を増やして行うこともある。無機噴射ウェブリオ。なお、旧来の機械式噴射ポンプの潤滑対策としてガソリンスタンドでは専用の潤滑添加剤を用いることで対処を行っている。はいプレッシャーインジェクションインジャースツーザハンドハットエクト。 U2 日本の自動車技術180線、伝送テクニカルレビューボリューム7ナンバーワン2002。ニューパオトレインテクノロジーズコンファレンス。autonews.com。O N e w、com. 2008年4月8日閲覧。ラントローバーディフェダーワークショップマニュアル1999から2002。ありがとうございます。